カジサックの屋根裏部屋。ともです。つねです。ちゅうちょです。よしとみです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今日はですね、はい、この4人で、はい、お届けしようということなんですけれども、はい、カジサックとね、安武が、別のお仕事でちょっと行っておりまして、はい、そう、リュウジもね、はい、運転も、してますから、はい、3人がいないということで、はい、今回はこの4人でお届けしたいなということなんですけれども、はい、すいません、ちょっと、はい、窓が開いてるので声張られると外にちょっとそうか、失礼しました。失礼いたしましたね。これ吉富の部屋からお届けしてる。そうなんですよ。うん、吉富が換気してくれてたみたいで、はい、めっちゃ外に漏れちゃうから響いてます。大丈夫かな、俺思いっきりカジサックだって言う、ね、まあでもカジサックじゃないから大丈夫か。そうですね、はい、違う声です。さあということで、はい、オープニングサイコロ振りましょうか。はい、お願いします。うん、これだからカジサック と、うん、安武とリュウジが出たら星ってことにしましょう。はい、はい、じゃあ行きまーす、はい、こちらポン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 、何が出るかな。あ、吉富、はい、吉富が出ました、はい、吉富ですね、はいはい、ですね、うん、僕最近実は、うん、ちょっといろいろサムネ、動画のサムネとかで、はいはいはい、吉富のまあ写真写りが悪いってああ、ね、ちょっと噂になってます、ね、チームの中で、ね、はい、噂になってんすよ、死神みたいな顔してるっていう光り方によってはもう本当にね、うんうん、光り方で光の受け方ですよ。そうそうそう、吉富が光ってるわけじゃない。いや、もう発光してるんじゃないかっていう。吉富さん側から。そうそうそう。それぐらいのね、なんかそうですよね。変に白いとか。うん、ある、確かにその話は話題になってます。うん、顔色が悪いみたいなことは、まあだから前々から自分自身でもそれは自覚はありまして、はい、でも昔からそうだったっけ？ね、でも25ぐらいで、はい、僕芸人やってて、うん、それこそ名古屋で、そうね、で初めて単独ライブを確か25ぐらいの時にやったんですけど、それを境にもうめっちゃ目にクマができて、それを境に覚えてんすね。いや、もう1週間ぐらい寝ずにずっとこのネタ作りとか、ね、ネタ作りの作業してて、もうほんと寝てなくて、それで一気にクマができて、それは本当に覚えてるんですよ、うん、だからクマはもともとあったんですけど、うん、やっぱさすがに今43になって、はいはいはい、まあ、さらにやっぱ顔のクマも、まあ、老化もね、手伝って、はい、そう、やっぱクマってさ、一回できたらさ、もう終わりなの？取れないじゃありますよね、うん、いや、システムはよく分かってないけどどうなんだろうね、うん、でも、もうその日から完全に僕の目の下にはこう黒いのが、まあ確かに確かに言われてみると、まあそんな気にならんけど、うん、はい、まあ気にしてみたら、まあ確かにクマあるかなっていう感じ、はいはい、そう、だからやっぱこのクマが顔色をやっぱ悪く見せてる原因だと思うんですよ、はいはいはい、確かに確かに、写真写りが悪くなる原因ってこと、はい、ほんでなんかカジサックともちょっとチラッとなんかその感じのことを喋ったことがあって、うん、はい、カジサックから、うん、まあお前もなんか熊取りとかしてもええのかもなみたいなことは、うんうんうん、まあ、ポロッとなんかこうそういう会話があって、はいはい、まあ、確かになと、はいはいはい、取れるのか熊は、うん、思って、うん、でちょっとまあSNS とかで調べたら、うん、まあいろいろこう出てくる、ね、まあ出るよね、はい、でなんか8万ぐらいで取れるみたいな、8万円ぐらいで取れるみたいな、なんか、まあ、まあまあちょっと高いけど全然いいかと思って、うん、でなんかまあちょっとそこに申し込みというか、まずカウンセリングみたいな、もう行ったんですか？すごい、申し込んだの大きな一歩ですよ、ま、いやいや、最初まずカウンセリングをして、多分その話でいろいろこう聞いたりしつつ、うんうんうん、どうするかっていうことだと、はいはいはい、思って、はい、まあ申し込みをして、うん、いついつ来てくださいみたいな、おうおうおう感じで、まあそのクリニック、うん、あるクリニックさんに、うん、もう一人で、行った、行ってきた、うわすごすごいすごい、カウンセリング済み、はい、おうおうおう、カウンセリング、まあいろいろだから、まあクマがいろいろなんかこう目の下に、要はなんか4つぐらい、うん、こう袋があって、はいはいはい、
で、そこら辺は脂肪がなんか入ってるのかな、うん、ちょっと正確には分かってないかもですけど、うん、でなんかその脂肪のなんか塊みたいのを、うん、取ると注射みたいな、うん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 、なんかそういうの SNS でもなんかたまに見ないですか、なんか脂肪の、あんまね、そういうの見たことない、下まぶたの脂肪のあれは見たことない出てきたことがない、ないないです、クマはないのか、常に、いやクマちょっとはあると思いますけど、うんうん、自分ではあんま気にしてなかったんで、そう気にしてる部位が違うから、はあ、なるほどね、うん、いやそうだからで僕のやつは、うん、まあ結構クマとしても、うん、結構深刻やというか、あへえそうなんだ、まあまあもう全然取りがいありますよみたいな、ああそうなんだ、4つ袋があって目の下に、うん、でその、まあ、4つ全部取るべきだみたいな、えこれってたるみみたいなことなの、そのそうですね、だから目の周りにこう脂肪がこう脂肪で覆われてて、うんうんうん、それがなんか垂れてきてみたいな、うんうん、でなんかクマになる、はいはいはい、ことだと思うんですけど、もうこれはやりがいあるクマが来ました、ね、やりがいある、あじゃあそれもう取りますわみたいな感じでカウンセリングの話を聞いてて、うん、でまあ本当にやりますってなったら、まあ、お金の話にもまあまあそうだよね、だからちょっとまあまあそういうことかとはなったんですけど、はい、8万ぐらいで僕は見てたんですけど、うんうん、だいたい8万円カラーとかなんかそういう、カラー、そう、はいはい、カラーなんですよね、カラーだった、ホニャララがついてるわけね、はいはいはい、そうだから目の下に4つ袋があって、はい、1個袋1個取るのが多分8万、はい、うわむっちり金かかるやんじゃんってなって、1個取ったぐらいじゃ吉富の顔の感じは全く変わんない。はいはいはい、だから4つ取らないといけない。え、ちょっと待って、かけ4ってこと？かけ4。かけ2。それで32でしょ。うん、え、かけ4かけ2ってこと？うえ、ああ、そういうことかな。ですよね。片目4つってことですか？そうか。8万だとしたら。だからやばいよ。そうそう、そうだ。ですよね。え、マジ？で、プラス、ちょっと待ってくれよ。プラス、はい、なんかそこのやったところのケア。はい、なんか細かい。うわなんか、はいはい、シワなのか分からないですけど、はいはいはい、なんかその脂肪の袋をこう取ってからのなんかさらなる処置みたいなのするのに20万とか、うわちょっと待って、すごい、なんかそんなのが乗って結局100万ぐらいするんじゃん、90万ぐらいって言われて、そうだよね、で、うん、いやさすがにでもうこの後すぐできますけどみたいな、ああもうちょっといやちょっと待って待って待って、この流れでいけますけどいけますけど90みたいなマジ、いやだからなんかそういうのはいや僕だから全然分かってないんで、うん、その美容の世界を、ねね、確かにね、でもそういうのを分割して要は iPhone の買うみたいな24回払いみたいな、そうそうそう、かそういう感じで分割で月、うん5000なのかもしれないですけど、うんはいはい、まあ1万円以内とかのローン組んでやるのがまあ普通みたいなんですけど、さすがに額にちょっとびっくりしちゃう、びっくりだね、いや分かんない、相場がちょっと分かんないからな、うわー言ってもう逃げ出してもうわーって言って逃げた、さすがにちょっとごめんなさいっつって、なるほどちょっと考えます言って、うん、でもこれそんだけ出してやっぱやった方がいいのか、これでもやるなら、うん、でも本当に撮影のこととかあるじゃん、うん、でダウンタイムとかもね、はいはいはい、あるだろうから、うん、まあちょっとこれはちょっと一旦吉富熊取り会議はした方がいいと思う、うん、チームでね、はいはいはい、あでもその基本的金額次第で、うん、ダウンタイムもなんかあんまないみたいな話は聞きました、そうなんだ、あまあでも個人差はあると、でもさ、はいはいはい、にしても調べた方がいいよな、うん、それがちょっと、うん、相場が分かんなくて、うん、それがもう、あ全然それぐらいだったら、はい、いい値段ですよなのか、うん、1件しか、そう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 、話も僕は聞いてないですから、それもしかしてちょっと取りすぎちゃいますみたいなことかもしんないや、分からんけど、うん、多分でも割と大手だとか、あじゃあそうだからもしかしたら吉富のそのクマが結構本当に重度なのかもしれんな、ああでもまあ実際クマは目立ちますよね、まあね、言われたらすごく、まあうん、そうだね、はい、だからメイクとかはどうな、そのだからそれも、うん、なんかいやコンシーラーみたいな、はい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 、そういうのももう当然、うん、買ったこともありますし、うん、ありますけど、やってないでしょ最近、
大事な撮影の時はやってます。知らなかった。何そんな大事な撮影。やらない撮影が気になる。大事じゃない撮影とされているものが。じゃあ最近アップされた宴会ワン。宴会ゲイワン。宴会ゲイワングランプリの時は。あれは、ごめんなさい、あれ、全部一通りやった後に撮ったじゃないですか。始まる前じゃなくて、うん、もう4種類の宴会芸を披露して、うん、もうエンディングも全部撮った後にあのサムネの写真撮った、ね、ううサムネの時ね、うん、ああそういうか動画ではコンシーラーは塗らないってこと。あん時は僕は多分塗る余裕がなかった。あそっかそっか、テンパってました。本来塗る、うん、重要なるほど、塗るべき動画僕しか出てないほぼほぼ予想するからね。そうでもあの写真はでもやっぱもう汗かいて疲れ切った顔で撮ってるんで、うん、まあ、だから顔色はちょっと芳しくなかったかもしれないですけど、ね、いやこれどうすんの。いや迷う、僕めっちゃ気持ちは分かります、うん、そうだよね。だから常なんかもう大先輩だから、はい、その整形だとかそういうね、はいはい、美容関係は、うん、そんなもんなの。やっぱいやでも僕二重まぶた整形した時って、はい、うん、あのローンでやったんですよ。はいはいはい、50万かかってんすよ。やっぱでもするんだね、二重まぶたで50万。昔もう結構昔なんで、うん、そのみんな今はなんか結構当たり前な感じですけど、うんうんうん、僕やった時ってまだマジで整形してんのみたいなぐらいの、うん、まあまあそうだよね。ちょっと15年前ぐらい、22の時なんで、うん、20年前ぐらい、うん、はい、なので結構額も高かったんですけど、うんうん、でもやっぱそれぐらいしたんで、うん、まあ熊でしかも重度って言われてんだったら、うん、二重より熊取る方が今はもう二重なんかめっちゃあの当たり前で技術もかなりアップしてやりやすくなってる。簡単にできる、はい、そうなんじゃない。熊の方がまあ内側にメス入れるというか、うん、そうそうそう、よりなんか、はい、なのででもやっぱりこれからのこと考えたりするじゃないですか、うん、やっぱり、うん、そうだね。もうコンシーラーでも毎回めんどくさいし、うん、もう、ま、クマ取るんだったら1回で済むって考えたら、うん、90万払いましょうよ。あーこれは常もじゃ あ, さんもさん、あ確かにね、コンシーラーなんか肌の色と合うの合ってないのかもしれないですけど、なんかすごい顔になんか塗ってる感じが違和感がすごいんですよね僕。ああなるほどね、うん、だからなんかまあそんな慣れの話なのかもしれないですけど、うんまあでも結局のところさ、これってもう自己満の話じゃんか、うん、自分がそれでテンションが上がる、まあね、他人からしたら別にそんなに、うんうん、気にならんがあの話かもしれないですけど、ならばその自分的にやった方がこのね今後の人生においてこう、うん、いいぞってなるんだったらやってもいいような感じはするけどね、うん、常のさアートメイクとかもそうじゃんか、はいはいはい、別にやらんだっていい話なんだからさ、うん、まあでも常やってめちゃくちゃ良かったよな、うん、アートメイクね、そうですよね、うん、やっぱアートメイクしてみたらとりあえず。ああなるほど、その要は眉毛、そうそう、要は今クマに目線がいっちゃうから、なるほど、眉毛をもっと濃くすることによってそっちに目線がいっちゃう、うん、全然あるじゃないですか僕もそうですもんね結局。あそうそう、眠たそう、そうなのよ、うん、ああでもそうか、はい、眉毛に目がいって、はい、その眉毛が凛々しいから、そうそうそう、眠そうではない印象になる、はい、だからだってそこまでかかんないでしょアートメイクだったら、はい、その90万円もかかんない、かかんないかかんない、じゃあまずはだからアートメイクだ、あいいかもしれないですね、うん、クマから目を背けるっていう意味、そう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 、うんうん、そういうことそういうこと、それからクマにアートメイクしてデイゲームの選手みたいな、パリーグの野球のデイゲーム、毎日デイゲームより濃くしてあこういう人なんだっていう、近鉄の選手みたいな、近鉄の選手あ近鉄の選手なんだって思います、ね、どういう人なんだ近鉄のデイゲームなんだって思われる人っていうのもあるかもしれない、うん、まあ確かにね、うん、でもまずはアートメイクとは、うん
いろいろやってくるってことだ。そうそう、なんか熊は取れないけどね、まあ、いやでも、うん、確かにそれ言い出したら、うん、いろいろありますわ。ほうれい線も吉田さん、そうそうそう、濃いし、1個直したらやっぱ整形ってよう聞くやんか、うん、1個直しちゃったらもう止まんなくなるみたいな話でさ、うん、聞くじゃんか、なるほど、だからいろんなとこ気になってくるかもよな。確かに、もうそうか、それ多分ここに合わせてここもみたいな、確かになってくるんじゃないですか。そうか、止まんなくなっちゃう。でも止まらないっていう人生もありはありだと思うけどね。その要は整形をいっぱいするっていうのも別にそれはその人のさ、確かに、うん、吉富ヘルタースケルター翔太で沢尻エリカ主演の、うん、ヘルタースケルター、うん、まあでも止まらんくなるのか。まあでもいいとは思うけどね、そうやって、うん、まあ言ってね、うん、こう動画とかでさ、うん、はい、映ったりそのねサムネにもなる時にさ、はいはい、より良くなるっていうのはいいことだと思うからね。マジでなんかアロンアルファとかでなんとかできる。どうやってなんかアロンアルファどうする、肌リフトアップみたいな、ああビーンってなんかどっかカッチカチになってる。アロンアルファ塗って揉んでみたいな手離れなくなりますよでもこういう時にやっぱ安竹がおった方が良かったな。ああ、確かに確かに。もしかしたらクマも薄くなる美容法とかあるかもしれない。はいはいはい、確かに。大御所っすからね。そうそう、手術戦までもさ、まあ、ちょっとコメント欄でもさ、はい、ちょっとそういうの詳しい人がいるならさ、聞きたいですけどね。ちょっと聞きたいから、ちょっと吉富さん悩んでますから。え、逆に、はい、皆さん方はなんかその気になってる部分とかってないんですか、顔で。顔？なんかここ。なんとかできたらなみたいな。でも俺はもう完璧やと思ってるからなあ、仕上がってる顔に関しては黄金比やと思ってるから。黄金比、うん、でもなんかトンボさん、あの結構ラジオでおならこかれるじゃないですか。なんか、手が止まらない。お尻の活量。関係ないじゃないか。関係ないし、閉してないし。直すところはお尻みたいで、なんで俺お尻直すんだよ。いや、そんなん直すって言ったらいっぱいあるよ、はい、そりゃ。だって僕、この前、はい、その歯医者さん行って、うん、あのまあ差し歯のところが、うん、あのなんだろう、ちょっと欠けてて、うん、あの作り直しが必要になって、うんうんうん、であの銀歯か白い歯かっていうこの二択、はい、ああええ、で奥歯なんですけど笑ったらちょっと見えちゃう部分で、うんうん、で結局白にはしたんですよ。まあそりゃそうだよね。そう、まあこうメディアに出ることもあるし、もちろんそうや、あの飲食むちゃむちゃむちゃもやってるから、うん、ハッピーマンやし、ハッピーマンやし、でいやもうこれで値段が全然違うんですよ。まあそうか、そう全然違うんですよね、本当に違う、はい、もうマジで、でもあのギリギリまで狩り場でおもう耐えてたんですよ。なるほど、はい、おもうあのつみさん、あの早くどっちかあの決めてくださいっていうの、狩り場もう限界です、はい、限界も本来3ヶ月もっと早くせなあかんかったから。そうか、狩り場は白なんか、はい、白で、であの僕半年もあったんですよ。マジで。で、あのもう匂いも出てるんで。匂い出てんだ。出てるんで、もう早く帰らないとって言って、うん、結局修理したんですけど、もうでもやっぱ今後のことを考えて、うん、白い歯を選んだんですよ。なるほどなるほど。今、はい、白い歯安くできるようになってない？え、それホワイトニングってこと？いやいやいや、セラミックってこと？はい、いやセラミックなのかわかんないですけど、はい、本来、うん、いやだから銀歯と、うん、その白いやつ、うんうんうん、白いの5万とか多分、多分歯医者さんによっても多分違うと思うんですけど、うんうん、使ってるだけど、うん、いやもうちょい安く、え、あ、ついに、はい、ここ何年かで多分出てると。あ、そうなんだ、めちゃくちゃ高かった。僕でもこの間、うん、それこそ本当に虫歯直して、うんうん、銀歯か白い歯で選択を狭まれたんですけど、うんうんうん、やっぱあるんだね今ね。銀歯だと保険聞いて、うん、そうそうそう、6000、あ、ごめんなさい、2000円ぐらいでした。安っ。そうなんです、本当に2000ちょいぐらいでできます、うんうん、で白だと、うん、って言って、一応僕もこういうお仕事してるってのも知ってくださってる歯医者さんで、うん、白い方がいいですよねみたいな、うん、あ、白がいいです、うん、白は保険金で、9万2000円ですって。ええー。
9万円台と1000円を1万円以内で疲れて僕銀歯にしました。はい、あのもう一回直せますもんねって言って、まあ、うん、今は銀歯で。それ知らんかった。今そんな2択迫られるんだね。昔銀歯1択やったな。はいはい、はい、昔は、え、多分絶対ありますよ。9万までいかない。マジっすか。あの多分本当に2万ぐらい歯医者さんによって違うんですよ。あと歯の場所にもよるんちゃう、うん、はい、ああなるほど、うん、ちょっとなんかそうっすね、あんま適当なことも言わないから。まあだからクマも一緒ですよ。だからもしかしたらそう、うん、場所によっては値段も違うかもしれない、うん、そうか、うん、まあちょっといろいろ調べなあかんすね。そうね、うん、まあちょっと今後、はい、よしとみがどういう、はい、どのように変わっていくかはちょっと見ものですね。パ、はい、うん、リーグの選手みたいな採用されちゃった。まあでもね、はい、まあ、若く見えることに越したことはないと思うから、ね、そう思いますよ。じゃあ吉富美容計画、はい、ちょっと楽しみにしてますんで、またちょっと、はい、あの動きがあったら、はい、まあ、ラジオなのかゆうちゃんの部屋なのか、うんうん、ちょっと分かんないですけれども、ね、はい、ちょっとまた教えてください。はい、はい、ということで一旦広告です。さあということでですね、ここからですね、はい、コメント欄で来た、質問お悩み、読んでいきたいと思うんですけれども、はいはい、今回ですね、屋根裏ネームジョンさん、ジョンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。最近愛知県名古屋市にある日本一接客態度の悪い店が有名になってますね、うん、と、うん、ね、うん、有名だよね、はいはい、皆さんが思うこんな特徴的な店があったらいいなっていうのを教えてほしいですということでございます。むず、難しい。だからコンセプトカフェとかコンセプト、はいはいはい、なんていうのショップっていうの、うんうんうん、自分が出すならこういう特徴があったらいいね、はい、自分が出すなら、出すなら、行くならじゃなくて、行くならでもいいか、はいはい、俺ね、はい、でもねこれはねずっと思ってんのが一個あるんですよ。方言、はあ、面白い。方言の店、面白い、あれあるんですよ。ある、あります、あります。全部六本木に方言女子ってお店が あったんですよ。女子、はい、その要はガールズバーみたいなシステムなんですけど、まあ順位長やからそういうね店詳しいから。これが僕が昔バイトでバーの店長やった時の、うん、まあ、近くにあったお店だったんで、うんうん、その方言女子ってお店なの、行かしてもらって。え、それはどういうあれなの。なんかそれこそなんか東北弁だったり関西弁だったり、うん、人によって、はい、その人の出身地の、なるほど、本当方言で出てくるんですけど、うん、僕がまだカジサックチャンネルねちょっとだけ出させてもらったりとか、うん、ガチャピンの格好で出たことがあって、うん、1回、うん、なんかそれ2店舗目で行ったんです、そこお店に、うん、1店舗目に行った時に、あれ順位長ですかって言われて、うん、他のお店の女性の方に、うん、で僕、あ、はいっつって、うん、したら連れてってくれた先輩が、うん、順のこと知ってんじゃん、やったやったってなって盛り上がって、うん、気分が上がって2軒目に行ったのが方言女子だったんですけど、方言女子でその先輩店舗目の話が早くて、それいる？でね、女装、女装、女装大事、大事ですか、大事なんだ。でその先輩、2軒目ね、その先輩がやっぱちょっとテンション上がっちゃって、うんうん、こいつのこと知ってるってこう方言女子に着いた瞬間言って、うん、知ってたらお前一杯飲めよみたいなこと言って、うんうん、こいつのこと知ってるって僕のことをさせながら、うんうん、女も言ったらその子茨城県の担当だったから、うんうんうん、知らね、何飲むって言われてあのすかされるっていうなるほどだから一軒目が大事なの、振りがね、はい、方言でもなく知らね、何飲む知らね、確かに茨城、知らねって言われました、うん、あ、そうか、はい、そんな感じの話薄かったでも方言のお店はありますか。あるんだ、はい、で何流行ってんの。それは流行ってます。ああ、そうなんだ。ちょっと流行ってますね。ちょっと俺のイメージしてたお店と違ったけど、どういう感じ。いや、もっとそういう、まあガールズバーとかもいいとは思うんだけど、うん、はい、もっとこうすごいこうなんて言うんだろう、もっとこう食堂みたいな、はいはい、そっちのイメージ。食堂、食堂で、うん、居酒屋さん、居酒屋さんとか家庭料理が出てくる、はい、その、はい、もうご当地のものが出てくるみたいなイメージ、うん、あ、だから全国のだから名古屋なら、そう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 、名古屋にお店が、名古屋弁のお店が、そう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 、みたいな、うん、ああいいですね、うん、
そんなでもいいと思う。確かに方言は良さそう。あんまりないのかもしれない。意外となくない、別に、うん、店員さんまでゴリゴリ方言でみたいなのってあんまなくない、うんうんうんいや確かにどこかどういうのがいいかな、うん、でもそれこ そなんとかカフェなんだご主人様みたいなメイドカフェのキッサーそういうことですねそういうことそういうことお母さんカフェあでもありそうだね、はい、もう最初に名前書いて、うん、例えばですよ、うん、自分の名前書いて、うん、ジューンとか呼ばれたりしてあるんじゃない俺なんかそありますかねえコントで見たんかなそれじゃん、あんたお風呂入ってきなさいっつって花子のコントで見たんだええー、うんああなんかあるんだでも多分だからあるんじゃないありそうそう考えたらだから日本一接客態度の悪い店っていうのはなかったんだよねきっとうんそうか、はいはいはい、こんだけあそこがバズってるしかも名古屋の店だもんねうんツンデレカフェのでも進化版みたいなそうそういうことやねそういうことやね、うん、確かにお店入る前にめちゃくちゃちゃんと丁寧に接客するんですよねそのお店は、うんはい、最初に説明して、うん、そのこれここはこういうコンセプトですよっつってなんでって言って開けた瞬間からロワーって言うらしくてまあまあそうだよねでお会計して、うんうん、もうお金払うまでもオラオラ言ってるんですけど、うん、お店出た瞬間にどうもありがとうございましたっつって外まで行って、うん、お辞儀して終わるっていうすごい喧嘩なれへんのかなだからそれはもうそれをやりに行ってるから、うん、はいはい、はいさすがにそれで切れたらお客さんの方が悪いですね割りそうだけどねもうねありますかなんか、まあ、どんなんがいいやろセプトなんだろうなロボットカフェあロボットねレストランとかありますよねあロボットレストランありますねでもあれってさ、うん、別にロボが接客するとかじゃないもんねですねショーが見れるみたいなもんね、はい、店員さんが全部ロボットでこんにちはみたいなチチチチチチ壊れたつまんなさそうおもろいよねでもコンセプトカフェって面白いコンセプトカフェだから吉富が店出すなら、うんうんうん、常が店出すなら、はい、どうするってことよ、はい、まあか行ってみたいか行ってみたい、うん、うわめっちゃ難しいな、うん、ヒーローカフェああヒーローカフェヒーローカフェいいですねおその戦隊ヒーロー。戦隊ヒーロー。あ、ちょっとええやん。うん。ねえ。おう途中で、まあ最初は変身する前の。おうんうんうん。イケメン俳優が来て、なんか注文したら変身してくれて。いいやん、ね。はい。で、なんだろうな、悪役とか来てね。おう、うん、なるほどね。だからちょっと体感はいはい体感型助けに赤とか黄色とかが出てくる、はいはい、めっちゃ楽しいやん楽しそう、うん、めっちゃいいだから注文しないと助けに来てくれないいやお金かかるなお金かかるないやでもいいねドラクエカフェみたいななんかああでもありそうやけどダンジョン的な感じで店内がね店内が入ってってでも、うん、イベントみたいのでなんかやルイーダの酒場みたいなんかありそうやな。やってたのはほあるあったんです、ね。その世界観で、はい、料理とかも、うん、青いスライムカー、うん、ああ、はい、なるほど。でもそうかなんだろうなうんコンセプトでも本当にさ自分がじゃあコンセプトのやつ出すぞってさ、うん、むっちゃあれだよね勇気いるよなめっちゃ勇気いるし、うん、めっちゃ考えないとこれで出しちゃったらもうさ、うん、もうブレるやばいよなもう、うわこれ滑ったこれ滑ってるいやよかったらよかったなるもんなむずいよなめっちゃむずいだって本当にこれ絶対いけるって言ってスタートしないとねそうでしょ、うんはい、めちゃくちゃ難しいと思うカジサックいいですよね、カジサックカフェどういうカフェやのカジサックカフェって、うん、店員さんが全員ジャージとタオルコンセプトがさあ今回なんですけどもあ注文はテンションも、うんうん、カジサックのカジサックのテンション、はいはいはい、お注文なんですけどもって言うねお願いしますっつってまあでも楽しそうだな楽しそうだな楽しそうだな、なんだろうなでもなんか
でもなんか今頭に浮かんだの全部なんかモノマネパブみたいなことになってた。ああ結局あ、はいはい、まあでもワンアイディアで、うん、こうヒットできるっていうことは、うんうん、まだまだなんかあるんだろうな。そうでしょうね、うん、確かに。逆にトンボさん犬ワンちゃんとかワンちゃん、うん、で吉野さん猫ちゃんじゃないですか、うんうんうん、なんかそういう動物系ではなんかないですけど、そのあれ以上のものってないですかね、その猫カフェとか猫カフェとか以上のものって、どうだろうな。やっぱ動物があるととか、フクロウカフェとかありますもんね、うん、あるね、うん、そういう触れ合える系のところは結構あるけど、自分がじゃあワンちゃん飼っていて、はい、そんな店行きてえなみたいなことって別にあんまないもんなっていう感じするけどね。そうですね、確かに。まあ猫カフェはいいじゃん、猫飼ってない人とかさ、はいはいはい、猫触れ合いたい人とさ、はいはいはい、がいて癒されるみたいなね、うんうん、難しい、うん、動物はやっぱ難しい。いいじゃん、でもちょっと思いついたら、うん、これもしかしたら、ね、ジジイ、はい、あれ、あ、ジジイだらけのカフェ、ジジイ、いやダメだな、ジジイダメだな、ジジイバースか適当に言っちゃいました。あるんじゃない普通にあるのかな、こっちが手伝わないでも、うん、面白いかも、いいかも、はい、心配でついお店に行っちゃう。なんかあれ、なんか地方の、うん、なんかあれ西野さんが言ってたんかな、スナックとかって、はい、要はもう、はい、店員さんがもう酔いつぶれちゃってたりして、うんうんうん、しょうがないねみたいな、はいはいはい、そういうのがもう込みで楽しいんだみたいな、うん、あ、なるほど、はいはいはい、そうそうそう、やってあげることが、はい、そうそう、はいはいはい、だからもう全然もう働けないっていう一個もしかしたらあるかもしれない、うんうん、お、まあ、ちょっとまたねこれ思いついたらさ、はいはい、もしかしたら常あたりが始めるかもしれない。そうですね、うん、一番近いかもしれないですね、一番近いよ、確かに、はい、だってむちゃめちゃむちゃも言わばコンセプトか、ね、そうですね、キッチンカーっつったらコンセプトキッチンカーだ、はいはいはい、うん、ゴロも最高ですしね、そう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 、またじゃあ思いついたらね、はい、やりましょうやりましょうよ、ですってね、まあこんな感じですかね、はいはい、今週はね、まあ、今週はあの4人で、お届けしましたけれども、はい、また来週はどのメンバーになるのか、その辺も楽しみに聞いていただけたらなと思います。はい、そして引き続きですね、コメント欄ではですね、質問お悩みの方をよろしくお願いいたします。お願いします。さあ今週はこの辺で終わりたいと思います。はい、以上、トモとツネとジンチョと吉野でした。ありがとうございました。ありがとうございました。